皆さんこんにちは。こんにちは。今回紹介するのは、知る人ぞ知る人類が開発した中でかなり初期のヘリコプターです。おう、久しぶりにヘリコプターネタか。初期のものとなるとめちゃ変な形してそうや。年代的には今から軽く100年前のものになりますよ。そんな昔からヘリコプターってあったん？これがありました。では一体どのような見た目をしていたのか、前置きはこのくらいにして早速見ていきましょう。こちらです。ちょ待て、なんやこれは。というか無人なん？両方とも一応有人ですね。これどこに乗るんや？あ、右は画像が欠けていました。ここに乗ります。おい待て、こんなヘリ悪夢以外何者でもないで。アカネちゃんから悪夢認定されてしまったこちらのヘリ、この2つは BKZ1、BKZ2 と呼ばれていたヘリで、今回登場する3人の設計者らの名前から付けられました。そしてこの2つは同じ時期に当時並行開発されていたものになりますよ。そうなん。ヘリコプターの歴史について簡単に触れておくと、現代のような回転翼構造を取り入れたものはドイツ人のヘルマン・ガンズビントにより考案され、1901年に2人を乗せ15秒間の飛行に成功しています。ほう。その後1910年までに欧州ではいくつかヘリコプターが試作され、高度はわずか1メートルに満たないもののホバリングにも成功していたそうです。そして第一次世界大戦中の1917年に、当時のオーストリア・ハンガリー帝国では初と言われている BKZ1、BKZ2 が試作され、同じく飛行に成功しました。すごいやん。まあ見た目はあれやけど。なんとなくヘリコプターの歴史が分かったところで、そもそもなぜこのヘリコプターが開発されたのか、アカネちゃんはわかるかな？え？これは難しいな。ヘリとなると垂直離着陸できるやん。お？高速で物資の輸送をできるようにするとかやない？さすがアカネちゃん。もう1年くらいやっとるからな。正解もろたで。そんなわけないじゃん。これ初期のヘリコプターだよ。となるとなんなん？このヘリはオーストリア・ハンガリー軍のイシュトバーン・ペタロッチ大佐という人物が提案したもので、このような理由から開発が始まったとされています。気球は水素が入っていて危ないし、これを置き換える兵器が欲しいな。せや、当時の気球というか飛行船も水素やったんやな。え、でもヘリで何するん？そこですよね。水素以外にもヘリウムで満たされていたものもあるのですが、ペトロッチ大佐はこのような気球を置き換える観測ヘリとして運用を目指したいという目的がありました。観測ヘリって気象観測でもするん？気象ではなくて、あくまで軍事目的の観測。例えば上空から敵の動きを観察したり、榴弾砲の着弾を観測するという目的ですね。軍用のものってことか。ペトロッチ大佐がこのような兵器を提案したのは1916年4月。彼はどのような機体がいいのか簡単なスケッチを描き、エンジンで発電し、電気モーターでプロペラを回転させるという電動回転翼機を軍に提案しました。ほう。この案は軍により評価され、結果的に開発予算が与えられたそうです。すごいやん。今までの珍兵器シリーズではレアケースや。その後間もなく開発が始まるのですが、なぜ2つの機種を開発することにしたのか、なんかおかしいな。これはペトロッチ大佐がそう考えたのか、軍から要望されたのかはわからないのですが、電動モーターで動かす案とエンジンを搭載して動かす案で、異なる2名の設計者から別々の機体を作るという案になったそうです。リスクの分散的な理由もあったんかもしれんな。2つの案で設計した理由としては、人を乗せた状態での離陸能力、横風などによる安定性、そして観測者と機械に対する安全性の確保があったとされています。ではこのヘリ、BKZ1、そして PKZ2 と呼ばれていたと紹介しましたが、この PKZ は、ペトロッチ大佐の P、セオドア・フォン・ガルマン博士の K、そして、ガルマン博士の研究グループでエンジニアだった、エンサイン・ビリム・ズロベックから来ています。ほう。PKZ1 を作ったのは、ガルマン博士とズロベック、PKZ2 は、ズロベックが中心になっていました。ただ、現在の研究では、PKZ2 にもガルマン博士が関与していたとされています。なんかすごそうやん、この人。ガルマン博士はこの後、アメリカに移り国籍を変更。現在、NASA の研究所の一つとなる、ジェット推進研究所を設立した人物ですね。この人普通に天才系やん。すごいよね。で、そんな人がこれを作ったと。作ってしまいました。逆に興味出てきたわ。ゆるふわ軍事チャンネル。では、そんな彼らが作ったヘリを見ていきましょう。まずはこちらの PKZ1 です。なんかローターがいっぱいついとるな。現代のヘリと比べると、複数のローターを搭載したドローンのような見た目になっています。
この PKZ-1 には4つのラウターが搭載されていたのですが、最初は10機もしくは12機搭載する予定でした。多すぎやろ。大量のローターを円形に配置するという大型ドローンのような構造になっていたらしいのですが、制御の複雑さや重量の問題があり、最終的に4つに減らされたそうです。そりゃそうや。PKZ-1 の動力として搭載されたのは、アウストロダイムラー製の重量 195kg、250馬力のモーターを1つ。ただ、フルパワーで回すと熱などの問題が生じるため、190馬力に抑えられていたと言われています。まあそれでも十分飛びそうやで。ちなみに、この馬力を抑えたという表現はどうやら違っていたらしく、本当は巻き栓の絶縁不良が原因で、60馬力低い190馬力しか出なかったとも言われています。なんか重大な問題抱えてそうやで。もちろんモーターは電気がないと動きません。そこで、地上に発電用のエンジンを設置。長いアルミ製の電線を有線接続して、モーターに給電するという案でした。エンジン乗せるよりかはええかもしれんな。そしてこのヘリ、自由に動き回るようなものではありませんでした。画像でもわかるように、機体は地上とケーブルで繋がれており、電動ウィンチで伸ばしたり引っ張ったりすることで、水平を維持するというものになっていました。なんか昔のおもちゃでありそうな感じやな。制御についても、ワイヤー1本で行うのか、2本で行うのか、何度か試験されたのですが、最終的に3本で3方向から引っ張ることで、機体の安定性を保つことができました。それでどうなったんこれ。試験は1917年7月から1918年3月まで実施されました。飛ぶことはできたん？できました。ほんまか。試作機による飛行試験が行われたのは、現在のオーストリア東部、ウィーン国際空港近くの町、フィッシャムエントにあった大きな気球格納倉庫内です。おお、綺麗そうな町やん。合計飛行回数は50回と記録されています。50？ 飛行高度は施設内で行われたため、10から15メートルだったとされています。これすごいやん。この結果を受けて、1917年8月、初飛行から1ヶ月後くらいに、本格的に有人機の製造が決定。金銭的な支援も少なく、電動モーターの納期も遅れたことで、1918年2月にようやく完成することができました。それで？製造された実証機、この PKZ-1 の重量は 650kg あったのですが、その状態でとりあえずローターを回したところ、50センチの高さまで上昇しました。やったで。これを見て、いけるんじゃね？と思ったのかは不明なのですが、次に3人が登場。この3人は誰なのかは明らかになっていません。え、大丈夫なん？試験が始まり、回転数を上げるアウストロダイムラー製の色々と欠陥があるモーター。しれっと欠陥言うな。そして次の瞬間、なんか安っぽいテレビ番組みたいになってきたで。普通に離陸してしまいました。残念。何に期待しとるんや。この初の有人飛行、正確なのかはわからないのですが、高度6メートルだったという記載があります。まあ飛ばしても人の背丈かそれ以上って感じか。そして、同じ日に試験は連続して行われました。ほう。その4回目。4回もやったん。この時、息って15分も連続で飛行させていたところ、モーターがオーバーヒート。息っては余計や。残念ながらモーターは焼損となり、修理不能になりました。製造したアウストロダイムラーは、これ以上の高品質の絶縁剤が入手できないという理由から、結果的に修理することもできず、以降、PKZ-1 が空を飛ぶことはなかったそうです。でもすごいやん。当時3人乗せて飛ぶとか、他になかったんちゃうん。ゆるふわ軍事チャンネル。残念ながらモーターが壊れてしまった PKZ-1。次に、当時並行で開発されていた PKZ-2 を紹介していきましょう。まず、足元に被ったものをつけていますが、これは衝撃を吸収するためのクッションですね。今でいう膠着装置やな。構造としては PKZ-1 とは大きく異なり、中心軸に二重反転ローターを搭載。直径は約6メートルありました。これめちゃでかいやん。コクの位置に3つのエンジンを搭載。出力はそれぞれ100馬力あり、ローターを上下逆回転させることで、浮力を打ち消す効果がありました。あれか、光線とくるくる回って舞う感じか。そして、ここに観測者が乗るバスケットですね。これ怖すぎやろ、何してんねん。PKZ-2 も姿勢を崩さないように、3つのケーブルと電動ウィンチで制御されていました。さっきのと同じ案やな。初の試験は1918年4月2日。つまり、PKZ-1 をはしゃいで壊した翌月あたりですね。はしゃいではええんやろ。結果は飛行試験に成功。数回の試験が実施され、この日だけで合計1時間行われました。ほんまか、すごいやん。続いて、3日後の4月5日。試験中にエンジン出力が上がらないトラブルが発生し中止。
120馬力のエンジンに換装され、次の試験は5月17日でした。その17日の飛行試験では BKZ2 は高度 50m に到達。これすごいやん。運用高度に近いんやない？飛行状態も良好で、ケーブル制御も問題ありませんでした。そして翌月6月10日、あれ流れ変わったで。軍の高官の前でデモンストレーションを行う日でした。これ失敗できんやつや。この時開発チームには一つの不安があったとされています。なん以前交換されたエンジンの信頼性が低く、やばいことになるんじゃないかと。おい、そんな予感もしながら、無人の観測者用バスケットを搭載する形でいつものように離陸。離陸したで。こちらが当時撮影された貴重な資料ですね。しかしエンジンが不調となり、機体は一旦地上に戻されました。飛行姿勢も不安定になったため、とりあえず観測者用バスケットを取り外しました。せや、このバスケットが原因かもしれんからな。しばらく時間を置いて、バスケットなしでの試験飛行を再開。これはいけるで、頑張れ。と、その時、何があったん？こうなりました。あかん、墜落しとるやん。1918年6月10日、軍高官の前で墜落するという、致命的な事故を起こしてしまいました。これはやばいで。原因についてはエンジンです。機体は高度12メートルまで上がり、ケーブルを張った状態でホバリングしていたものの、次第にエンジンが異常を起こし、地上に戻そうとしたのですが、ケーブルによる制御が行うことができず、高度約2メートルの高さから落下したことでこうなりました。やっぱりエンジンか。あと、バスケットを取り外した後の天候については、強めの風が吹いていたとされています。それでどうなったん？観測用の気球に置き換わるヘリとして開発を目指していた PKZ 計画は、この墜落事故から11日後の6月21日、技術的な問題を克服できないと判断され、一連のプロジェクトは中止となりました。結果としては残念やけど、これ人が乗っ取ったら確実に死亡事故やで。そうなっていた可能性は高いですね。そして、間もなく第一次世界大戦は終結するのですが、墜落事故から5ヶ月後の11月に、再度飛行試験を実施するため、墜落した機体を修理しました。もうやめた方がいいで。この PKZ2 は、合計15回以上のテスト飛行を実施していたとも言われています。これ人とか乗せたん？人を乗せて飛行したという記録がないことから、多分無人だったと思われます。仮に乗せたとしても、ダミーの重りとかその程度だと思うね。さすがに人は無理か。この機体については、戦後、イタリア人により、イタリア国内に輸送されたらしく、その後の行方についてはよくわかっていません。気球の代わりに人を飛ばして、地上を観測しようという案やったけど、この性能なら気球がええやんってなりそうやな。気球の場合は水素が危ないということで開発が始まったのですが、結局、どちらが危なかったのか評価すると、両方が同じくらい危ないということになりそうですね。今ではコンピュータがあって、ジャイロとかで制御されとるんやろ？それもない時代となると、さすがに無理があるな。今回はここまで。最後までご視聴、ありがとうございました。よろしければ、チャンネル登録と高評価をいただけると嬉しいです。では、次回の動画でお会いしましょう。またね。またな。